じゃあいや大吉はさすがに3位に入んないですよね。だって吉入ってますもん。分かれます？それとも前別れたことあったんですけれども、くじじゃないですか。くじ正月も入ってますもんね。え、それぐらい、あ、改正がある。9時でいいんですか。信じていいんですか。この写真通りでいいんですか。疑心暗鬼になってます。おみくじだよと。うわー、おみくじで4文字でいいんですか、それとも9時ですか。もうあの私仕事納めの納めだったので9時で分けたい気もするんですけど、でもどうなんだろう。まだあれですよね、去年のキャスくじってやってないですよね。じゃあおみくじ9時にします。いいでしょうか。え、9時ぐらいしかないです。おみくじか9時じゃないですか。大吉ではないと思うんですよね。だってもう吉入ってますもん。でも違う判定されるんでしょうか。あ、時間が迫ってきております。どれもいただいたものは晴れてるエリア。いや、大吉よりはきっとおみくじかくじだと思うんですよね。ちなみにアプリってお天気占いか、初詣チャンネルのは表記はおみくじ。じゃあおみくじにします。皆さんもじゃあ信じます。私も信じて、自分も信じて、皆さんも信じる。じゃあおみくじでいきます。いいのかな4文字。あ、でもはなー、おみくじで入ったこと見たことない。じゃあ9時にしましょうか。え、大吉はないですよねさすがに。じゃあ3位の9時でいきます。3位に入るキーワードはこちら、せーの、9時。これ大吉なんですか。1日から毎日入ってるんですか。あ、そうなんですか。あ、9時入ってました。うん、2日2位でした。え、あ、そっか、わかった。これあれですよね、吉と大吉でこうね、変わりますからね。そっか、ソラミッションでやっていたからだ。だってそうですよね、おみくじでも吉が出るか大吉が出るか分かりますもんね。でも AI ちゃんと賢いですね、分けてるんですね。へー、なるほど。はい、ということで、ね、今年最初のリポート内容外れましたけれども、これをね、1月始まったばかりですので第2回目も頑張っていきたいと思います。大吉を自慢したいのと。まあね、自慢してください。この後もお待ちしております。それでは21時30分に番組を再開いたします。